アルハンブラはセアトが製造、販売している MPEV である。シートアルハンブラは1997年から2020年にかけて製造されたフォルクスワーゲンシャランの姉妹車となる3列シートスライドドアのミニバンである。1996年6月からポルトガルのパルメラにあるフォルクスワーゲングループのアウトエウロパ工場でシートブランドで製造。 フォルクスワーゲン車ンと同じプラットフォームを共有しており、初代はフォードギャラクシーとも関係があった。この車両はスペインで有名な記念碑であるグラナダのアルハンブラ宮殿にちなんで名付けられた。初代セアとアルハンブラのプロトタイプは1995年のジュネーブサロンインターナショナルドゥオートで発表された。翌年の6月に発売された。アルハンブラはそのコンポーネントと デザインと構成要素をフォルクスワーゲンシャランとフォードギャラクシーと共有。ただし、セアトアルハンブラには特定の価格帯に適合するより多くのオプションがあり、セアトアルハンブラには7つの座席があり、後部の5つの座席は折りたたむかクリップを外して完全に取り外すことができる。また、セアトアルハンブラは2000年に大幅なスタイル変更を行った。 前期型リア後期型リア2代目のセアトアルハンブラは2011年10月18日に発表されて2012年3月に発売。2020年3月にセアトアルハンブラの生産を終えると発表。リア、ありがとうございます。